エイミーの選択は、イギリスの SF ドラマ、ドクター、風の第5シリーズ第7話。2010年5月15日に BBC1 で初放送され、脚本は、シットコムの脚本家、サイモン・イー、監督は、キャサリン・モースヘッドが担当した。本作では、タイムトラベラーの異星人11代目ドクターと彼の人間のコンパニオンのエイミー・ポンドとローリー・ウィリアムズが、 謎めいたドリームロードの仕掛けた罠に囚われる。そこで三人は眠りに落ちて別の現実で目を覚ますことを繰り返してしまう。一つの世界ではエイミーとローリーは幸せな結婚生活を送っていたがエイリアンの擬態した高齢者たちに追われるところとなる。もう一つの世界では彼らはタービスに乗っていたが冷たく燃える恒星に接近して極度の低温にさらされる。彼らは どちらの世界が現実かを見極め、夢の世界の中で死んで、現実世界に帰還し罠を脱出しなくてはならない。エピソードの結末では、ドリームロードの正体が、ドクターの闇と、自己嫌悪の化身であることが明かされた。脚本家2位は、ドクター及びローリーに対するエイミーの関係を、追求して試すために本作を執筆した。制作葬式スティーブン・もファットはコメディ脚本家を、 職業とする任意に分岐した夢をコンセプトとするエピソードを作ることを提案するとともに本作用のモンスターを作ることを促し彼の脚本や高齢者ホームの夢に影響したエイミーとローリーの村での夢のシーンはウェールズのスケンフリスで撮影され CG とセットも使用されたエイミーの選択は BBC1 と BBCHD で五十五万人の視聴者を 獲得し、批評家のレビューは一般に複雑であった。最も肯定的なレビューでは、本作のシュールさが賞賛されて、第5シリーズで最もインパクトのある作品であると、勧められた一方、他の批評家たちには、本作のホラーやモンスターに満足できないと感じた、ものもいた。ドリームロードはドクターに対し、ザンカミングストームと嫌味を言った。この称号は、ドクターの宿敵、 ダーレクが作ったもので7代目ドクターの小説ラブウォーで初登場し、後に第1シリーズ別れ道でテレビにも登場した。またドリームロードはドクターに肉屋で You are probably a ベジタリアンと言い,い彼をベジーと呼んだ。これは雑魚ドクターズで6代目ドクターが彼とコンパニオンのペリがベジタリアンの食事を取ることを宣言したことを反映している。 さらに、ドリームロードは、ドクターとエリザベス一世の関係をからかった。これは、エリザベス一世が10代目ドクターの首を、斬首刑に処そうとした第三シリーズ、言葉の魔術師に橋を発するもので、字の割では二人が結婚した可能性が暗示された。二人の結婚は3年後の、ドクターの日で描かれた。エイミーの選択は、シットコム作品、メンビヘイビングバッドリーも、 脚本で知られるサイモンリーが執筆した。2位は以前のエピソードの読み合わせに出席して、ドクターとエイミーのキャラクターと声を掴んだ。2位はコメディから SF への転向において自生することを認めたが、本作については楽しい、大きく開放的と述べた。制作葬式のスティーブンもファットは、もともとドクターとエイミーの関係に挑戦する。 ストーリーアークに合うエピソードという前提をニーに与えた。ローリーの死のシーンは本質的にエイミーが彼へ抱いていた感情に気づく場面であるとニーは主張している。エイミーが真にローリーを愛していること、ローリーが決して虚無のボーイフレンドや婚約者でないことを彼は証明したかった。モファットは分岐する夢というアイデアをニーに提案したが、ニーは 自身の見た夢にも影響されており、それらが現実ではないだろうかと考えることもしばしばあった。彼はドクター風において夢が他の大体宇宙と矛盾しないことを確信した。また、モファットはモンスターを考案するように2位に指示を出し、彼はエクノディンに寄りつかれた高齢者を選んだ。エクノディンのアイディアは彼が幼少期に 高齢者を怖がっていた過去を反映したものであるが、子供たちが彼らの祖父母を怖がるようになることはしないと明らかにしていた。エイミーの選択は、第5シリーズで最後に撮影されたエピソードであり、放送の週に編集が完了した。本作の台本の読み合わせは、第11話、下宿人と共に2010年2月17日に、アッパーボートスタジオで行われ、 第5シリーズ最後の2回の読み合わせとなった。架空の街アッパーレドアースを舞台とする夢のシーンはウェールズのスケンフリスで撮影された。カレン・ギランはエイミーの妊娠している描写ではラテックスの器具を腹部に取り付けて撮影に臨んだ。器具のおかげで彼女はより大人びた感覚を抱くとともにおどけた演技ができるようになったと主張し、第5シリーズの撮影で気に入っていると述べた。 アーサー・ダービルは、より男らしく見える髪型とポニーテールのついた、成長したローリー用のカツラを着用した。エクノディンは CGI であり、当該シーンでは演者たちがシンプルに口を開いて、撮影した。ローリーが、エクノディンに寄生されたミセス・ファミルを板で殴るシーンは、最初に、ジョーン・リンダーとダービルで撮影された後、殴られることを許可された、リンダーのスタント俳優とで再撮影された。 板の道具は一つしかなく、ダービルが偶然破壊してしまう前に板を必要とする、すべてのシーンの撮影が幸運にも完了していた。本作でミスターナインビー役を演じた、ニック・ホブスは、以前に三代目ドクターのザ・カーズ・オブ・ペルドンと、ザ・モンスター・オブ・ペルドンでアグドー役を演じていた。また、彼は四代目ドクター時代のザ・クローズ・オブ・アクススで、トラック運転手を演じ、宇宙の箱船で、 地球外生命体はの模型を操作していた。イギリスでは、エイミーの選択は、BBC1 にて2010年5月15日の午後6時25分から7時10分まで放送された。アメリカ合衆国では、姉妹局である BBC アメリカで2010年6月5日に放送された。イギリスでは、当夜の視聴者数は620万人に達し、BBC1 で590万人。 BBCHD では30万人を記録した。これらの推定値に基づくと、視聴者数は、全は、ベネチアの吸血鬼と同程度であった。最終的値では、BBC1 の視聴者数が706万3000人、BBCHD で48万5000人に上り、合計で755人を記録した。アプリシエーションインデックスは84であった。 日本では2015年6月25日の午後10時からアクスンミステリーで字幕版が放送され、午後11時からは続けて次、話、ハングリーアースが放送された。エイミーの選択はリージョン2の DVD とブルーデイディスクがハングリーアースや冷血とともに2010年8月2日に発売された。2010年11月8日には完全版。 第5シリーズ DVD セットの一部として再発売された。日本語版 DVD は2014年10月3日にドクター,フーニュー・ジェネレーション DVD ボックス1に同梱されて発売された。エイミーの選択の批評家からのレビューは一般に賛否両論であった。デイリーテレグラフのギャビンフラーは本作に肯定的で、おそらく今年最も強力で全てにわたる台本。 良いセリフに溢れているとコメントした。彼は、高齢者に寄生して、彼らを猟奇的に変えるエイリアンのコンセプトは軽妙に、現実的で、彼らが、家事やガーデニングの道具を持ってエイミー・トローリーの、コテージを包囲する様は、特に異様だったと述べて、レビューを続け、ドクター風でしか見られない物語の一つで、この番組が、天才的な思考の挑戦やスリルのある興味深い、 ドラマを提供できることをもう一度示してくれたと締めくくった。イグンのマット・ウェールズは10点満点中8.5点と評価し、シュールで素晴らしく興味をそそられる基地と感情に富み、そして時に不安にさせると表現した。口述するマーティンと違い、彼は本作がベースだけでも十分に印象的である、活発で爽やかな45部のエピソードになっていたと述べた。 しかし、彼は結末については、あっという間に終わってしまったとコメントし、アッパーレドアースも信じがたいという批判を残した。ザ・エ v クラブのケース・フィップスは本作を B と評価し、ドクター・フの一般に素晴らしいシーズンになっていて、しっかりとした入場だと主張した。彼は、ドリームロード役のトビー・ジョーンズの演技を称賛し、少ない出番で、彼は、スター・トレックの Q のコピーキャット版だが、 ジョーンズはその役を自分のものにしてみせたと論じた。しかし彼は本作のペースが欠点だったと考えたほか、高齢者ホームの悪者たちは最終的にただの高齢者のように見えるし、同じ古いゾンビほど恐ろしくないと批判した。ガーディアン氏のダニエル・マーティンは少なくとも部分的には成功だったと本作を表現した。彼はカレン・ギランの演技を称賛して、 彼女は気の利いたセリフやフィジカルコメディ以上のことができる。視聴者の目にも何かもたらしてくれるとコメントしたが、本作には通常、ドクター風で見られるアイディアやストーリーラインが欠けていると彼は考え、嫉妬コム的な会話を批判した。ラジオタイムズ誌のパトリック・マルケーンは明らかにつまらないと評価し、本作をザ・サラ・ジェーン・アドベンチャーズのさらに残念だったエピソードになぞらえ、 特に高齢者を悪魔に似せたことを嫌った。しかし彼は、もう一度主張した上で、以前の不満は残ったままだとしたものの、マレーゴールドの BGM が、控えめになっていること、台本の綿密な構造と面白いセリフ、そしてドクターが愛し合うカップルと旅をしているという、初めての気づきを褒めた。SFX のジョーダン・ファーレイは本作を5つ、星中で星3つと評価し、 ユーモアと不吉な悪夢の正しいバランスが取れていない、カメラのアングルが奇妙で映像が平べったいと批判した。彼は本作の展開全てが厳格だったと判明したことを喜ばなかったほか、ローリーの死や他のホラーの例が予想通りで全く衝撃的でなかったと主張した。しかし、彼は眠りに落ちまいとするドクターを演じた、スミスのフォームを明らかに良いと称賛した。 また、ギランとダービルについては、急速にドクター風史上最も好ましいカップルになりつつあると考え、ジョーンズについては、完全にはドクターの暗黒面らしくなかったにもかかわらず見ていて、楽しいと述べた。ありがとうございます。